米大リーグアスレチックス3から6アストロズ、27日、オークランド・コロシアム。アスレチックス、藤波慎太郎投手、29、が27日、日本時間28日、本拠地、アストロズ戦で3・6で3点を追う9回に6番手で登板。1イニングで11球、内ストライク6球、お投げ、無安打無失点の三者凡退で抑えた。 無失点で抑えるのは12日、同13日、野手基地、ヤンキース戦以来4登板ぶりとなった。圧巻の投球だった。先頭のジュルクスは、99.6マイル、約1 6 3キロ、で3ゴロに打ち取ると、続くマルドナドも99.1マイル、約159.5キロ、で右飛。 西から MVP 受賞経験もあるアルティーベに対してはメジャー移籍後最速となる109マイル約1624キロをマークするなど最後はスプリットで見逃し三振を奪った4戦ぶりの無失点で防御率は1224となった前回当番の22日同23日敵地マリナーズ戦で2回40球を投げ 4三振を奪ったが、2安打2四球で3失点。当番した試合では16、17日、同17、18日の本拠地、ダイヤモンドバックス戦に続いて、3試合連続での失点となり、1勝5敗、防御率12、69となっていた。チームは7回まで1、2と1点差でアストロズに食らいついたが、8回に4点を失って完敗。 泥沼10連敗で10勝44敗となり早くも借金は34となった直近の2勝はいずれも延長戦での勝利9イニングでは20試合連続で勝ちなしとなった私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです敗戦処理に近い状況で圧巻投球とか言ってもな相手の本気度も違うでしょうに しかし接戦はダメロングはダメでは使いどころがない4億円のサラリーもらってする仕事じゃない信用を取り戻す日は来るんだろうかすでに契約部使い切るだけに見えるがプレッシャーの少ない場面例えばリードされてたりランナーがいない場面ではいい投球をするね阪神の時もそうだったランナー背負った途端崩れてたりしたからね 信頼を取り戻すには勝利につながる投球をすること100マイルピッチャーなんてメジャーでも少ない自分の価値を高めてほしいこういうのが続くといいんだけどなマー、まあ、ルーキーでって話で負けが混んでるチームのスケープゴート的に使われてる感も最近感じる10連破って1人の中継ぎピッチャーでどうこうじゃなくてチームが悪い162とか超えるのは魅力的ではある ボールもマウンドも日本と違うしな契約あるうちにどんどん投げて何かつかめるといいねとしか思わんかな最悪の投手とかメジャーで言われても日本の見てたら分かったやろアスレチックが節穴ってだけやから責任取ってしっかり投げさせたらいい不思議なピッチャーです一回だけ投げさすとものすごく良いピッチングをする しかしイニングをまたに2回投げさすと別人のようにストライクが入らないなので当面は1回限定で投げさせ自信を取り戻させることを優先させてほしい持っている能力の高さはメジャーで十分に通用するものです一度だけじゃ誰にも信用されないでしょうからこれからもコンスタントに結果を出してほしいですただ いつもプレッシャー皆無の配線処理ってわけにはいきませんからもっといろんな場面でも使えるところを見せてほしいですね圧巻投球と書きたいならせめて3回以上を投球した時に書くべきです中継ぎで12回しか投げてないしかも配線処理持ち上げる要素は皆無ですむしろ藤波さんのことを思うなら批判記事の方が良いと思う この方は先発として、大谷さんよりも高額の年俸で渡米してることを忘れなく。本当に、このままなら井川の再来になるな。アウト取るのに苦労し続けてるアスレチックス投手陣のブルペンは酷使も酷使なのに藤浪は当板間隔が随分と空いていた。今日もマシンガン系統ながら、藤浪が使われたのは9回負け濃厚の状況だった。 8番打者から、どんだけ信用されてないのかわかるね ?MLB の投手登録枠は先発ローテを含めて13人で、ブルペンは実質7人か8人でやりくりしないといけない。その枠の1つをアウト稼ぐ感覚が長すぎる藤浪が埋めてるのはものすごい負担になってる。着実に結果を出すか、マイナー降格受け入れて訓練するかどちらかにしてほしい。 使われなくても迷惑かけるし今後挑戦する日本人選手の印象に影響してほしくないから良くも悪くも安定的にネタを供給してくれる点では凡客の選手よりはるかに良い働きをしていると思う野球をエンターテインメントと捉えるなら低迷するチームにあって最高のパフォーマーといえよう相手チームにも情報は伝わっていると思う 怪我でもしたら危ないから、勝っているときは無理に打ちに行かず、身の安全を守る姿勢を取ること。打ちに行かなくてもフォアボールで勝手に自滅します。そのうち、これをきっかけに打者用プロテクターが開発されるかもしれない。大谷の兜にあやかり、打者も鎧をつけるとか。もともとビハインド状態での登板だからこそ、プレッシャーにとらわれたり、なんら責任も問われないので。 力を出しやすいだけでは、敗戦処理投手として活躍しても寒いだけです。そんなの普通に藤浪投手じゃなくても構わないはずですが、藤浪投手は勘違いしてそうなのが痛い、小賢しいガッツポーズにもそれが垣間見えるしただただ哀れなだけ、連続好投すらできない要因だと思います。ピンチや接戦ででもあるる程度抑えることができて救援投手 藤浪投手の場合は敗戦処理投手または救援されるための救援投手なだけです藤浪投手の存在がダメ押しでアスレチックスの130敗も現実味を帯びていますコツコツと実績を残していくことで安定したピッチングができるようになるそうすればファンも力を認めてくれて応援が増える精神的にも楽になり さらに良い結果を残せるようになって歯車がうまく回る藤浪が中継ぎや抑えとして活躍するには甲またぎをさせず基本的に甲の頭から1回を投げきるようにさせるかどうか監督の采配がキーになるだろうやはりこのストレートがあるから首脳陣も見切りがつけられないんだろうなこればっかりは技術を磨いても身につかないギフトのようなものだから。 でも次に投げたら四死球連発で甘い球狙われて大炎上とか全然ありうるこれやったら使えるやろいややっぱりあかんかったミルクボーイの漫才みたいなもんだでもメジャー球団は阪神ほど根気強くは見てくれないと思う4回に1回いいピッチングして褒めてもらっているが逆に4回に1回悪いピッチングして批判されるくらいになって一人前 チームが歴史的に弱いおかげでチャンスをもらえているのだから敗戦処理から全力でアピールしていかなきゃねたとえ敗戦処理とはいえ地道に結果を残すしかないですからね後頭が続けばそのうち同点やリードしている場面での登場もあるでしょう来年もメジャーにいたかったら今が踏ん張り時です